花型レンズフードキャノン EF28 から 105mm3.5、4.5USM2 レンズのフードありとなしの状態レンズフードは写真撮影においてレンズの前端につけて使われるアクセサリーである。レンズフレアを防ぐため撮影画面外からの強い光線を遮断するのが本来の目的であるが他にレンズを衝撃や汚れから保護する目的でも使用される。 レンズフードの形状は単純な筒状、円錐状から四角形、花形まで様々である。フードの内側は内面反射防止のため植毛加工、溝付加工、艶消し黒塗り塗装などが施されていることが多い。画角の小さい望遠レンズよりも広い角度からの光を受ける広角レンズでより有効であるが、その広い画角を遮らないために広角レンズ用フードは 望遠レンズ用フードのような長さにすることはできない。これを克服するため、近年の広角レンズでは花型フードを用いることが多くなっており、特に広角ズームレンズでは広角側での蹴られ防止と望遠側での効果を両立させるため有効である。レンズフードはレンズごとに専用のものと合計画角がオムネイチするレンズであれば、どれでも使用できる汎用品がある。 ハム用品の場合は、メーカーの違いを吸収するためにねじ込み式、かぶせ式のゴム製のものが多い。レンズフードの取り付け方には、レンズ前端内側のフィルターネジにねじ込むねじ込み、式、外側にかぶせて、ネジ等で止めるかぶせ、式、バイオネットによって固定する、バイオネット式、レンズ本体に組み込まれた内蔵式等がある。バイオネット式は、 レンズの演習方向に対するフードの位置が決定できるので回転すると意味のない近年の花型レンズフードに多く見られる。ありがとうございます。